皆さん、こんにちは。ナビゲートドクターの瀬戸隆です。それでは早速、本日のゲストをご紹介したいと思います。本日のゲストドクターは、三富哲也先生で、近畿大学の医学部外科講座の主任教授をなさっておられます。三富先生は、世界肺がん会議の理事長を務められたりとか、世界中で活躍されている肺がんの有名な先生であります。今日は、三富先生から EGFR 阻害剤の歴史から今後ということをお聞きしていきたいと思います。それでは三富先生、まずミニレクチャーをお願いできますでしょうか。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました近畿大学の三富でございます。それでは早速ですけれども、 EGFR 治療新機能阻害剤の過去現在未来と題した私のミニレクチャーを始めたいと思います。現在の肺がんの治療体系をまず簡単にご説明したいと思います。肺がんの9割程度は非小細胞肺がんという肺がんですが、その進み具合を日本の診断時の割合で分けてみますと、限局した時期で見つかる方が半数弱、局所進行、手術はちょっと難しい可能性があるけれども、まだ遠くの臓器には行っていない段階が4分の1ぐらい、そして遠くの臓器まで転移しているような方が3割ぐらい、これがおよその我が国のステージ分布であります。で、限局している方は手術が中心の治療になりますし、局所の進行の方は手術や放射線を抗がん剤を組み合わせる場合と、手術をせずにさらに免疫治療を行うような場合があります。で、遠くの臓器に行っている場合は原則的にお薬の治療ということになりますけれども、この場合はこのドライバー遺伝子というもの、EGFR 遺伝子もそれに入るんですけれども、そういう異常がある方とない方に分けることになりまして、おおよそ半分半分ぐらいになるかと思いますが、ない方は免疫の治療が中心になるんですけれども、本日のお話はこのドライバー遺伝子の陽性の中の大部分、半数近くを占めるこの EGFR という遺伝子の異常を持つ肺がんの治療についてお話をしたいと思います。で、EGF とは何かということですけれども、 EGF というのはエピダーマルグロースファクター、上皮成長因子という細胞が増殖するための因子、そしてそれを受ける受容体が EGFR ということになりまして、これが最初に見つかったのは1962年マウスの歯を伸ばすですね、こういう因子としてこの高円先生の方が見つかりました。で、その後、10年以上20年近く経って EGFR の受容体、すなわち EGFR が発見されています。そしてこの面白いことに EGFR は酵素活性があって、チロシンというアミノ酸をリン酸化する、それをチロシンキナーゼと言いますけど、そういう活性があることがそのすぐ後に見つかっていまして、このチロシンというアミノ酸にこのリン酸がくっつくというのを触媒するチロシンキナーゼの役目をこの EGFR がやるということですね。で、がん細胞においてはこの EGFR 遺伝子が非常にたくさん出ているようなことがあったので、これをつけるお薬を使えばがんの治療に使えるのではないかというアイデアで、いろんな製薬会社が開発を始めました。で、94年ぐらいにここに書いてある3つの会社がほぼ同時にそういうものを使って、それをさらに洗練されたさせたものが最初の EGFR 治療新キラー阻害剤であるゲフィチニブで、これは2002年頃に最初の報告がされています。で、第1層第2層臨床試験と進み、2004年にもうだから20年近く経つわけですけども、ゲフィチニブが世界で初めて日本で製造販売承認を受けました。で、このような錠剤で経口薬なんですけれども、タバコを吸わない女性のアジア人の肺の腺がんの患者に非常に効きやすいというようなことが臨床試験の段階から言われていて、例えばこの患者さん、ここに大きながんがありますけれども、1ヶ月もしないうちに、これ写真は4ヶ月経ってますけど、この効果は1ヶ月ぐらいで出たりする方も、非常に劇的に小さくなる患者さんがいる反面、全然効かない人は効かないという、ちょっと不思議な反応をする方でした。一方、副作用としてニキビのような死因とか下痢が起こったり、命に関わる間質性肺炎が起こって、これは裁判とかになったのでご記憶の方もあるかもしれません。で、そこでですね、発売が2002年でしたけど、2004年にこの EGFR 遺伝子の突然変異というのが見つかりまして、これが非常に大事なコンセプトなのでよく分かっていただきたいと思うんですけども、EGFR というのはタンパク質なので、こういうアミノ酸、このいろんな図形を一つ一つのアミノ酸に例えた図なんですけども、この突然変異が起こって、ここの5つのアミノ酸を欠けるような方ですね、当然ここが欠けてしまうと、ここが短いアミノ酸になるわけですけど、こういうふうになって EGFR に異常が起こる方とか、
あるいはこの858番がこの青いこの形がグリーンになるという、まあ、1つだけ変わるというような変異が起こるような場合ですね。まあ、そういうのが合わせて9割ぐらいあるわけですけど、そういう方に EGFR 阻害剤が EKI が効きやすいということが発見されました。でこの異常は先ほど言ったタバコを吸わないアジア人女性に多いということも一致していまして、でこの異常が起こる場合はそのさっきのチロシンリン酸化酵素の活性があるというところに起こりやすいということも分かりましたし、まあ、その後の検討では他のがんにはあまり起こらなくて肺がんにほぼ特異的に起こるというようなことも分かりました。でもう少しどういうメカニズムで効きやすくなるかということをご説明しますと、正常では細胞の受容体なので膜にこういうふうに Y の字型であるわけですが、そこにリガンド EGFR 増殖因子が来ますと、ここにくっつくと、ここに ATP というリン酸を供給する分子があるのですが、それがくっついて増殖シグナルが伝わって細胞が増殖するわけですね。でこの場合はこれがその増殖因子がなくなれば止まるわけなので質量ある細胞増殖になりますけど、 EGFR 遺伝子の変異がある肺がんではここに変異がありますと、このリガンドというこの増殖因子なしに常にスイッチが入ったことが起こります。それで無秩序な細胞増殖感が起こるわけです。でここにそのゲフチニブイレスタという治療をすると、この ATP がくっついているこの状態でゲフチニブが来ますと ATP を、まあ、競合して追い出すみたいな感じですね。ということでこのリン酸化が止まるために、細胞が死ぬと、まあ、こういうのが簡単な原理であります。それはまあ生物学的にはそうなんですけれども臨床試験でも証明されておりまして、これは縦軸ががんが悪くならずに生きておられる割合、そして右が月ですね、4ヶ月8ヶ月12ヶ月というと、まあ、抗がん剤がそれまでの治療標準治療なので抗がん剤で治療した場合とゲフチニブで治療した場合を変異のありなしで見ているわけですが、変異がある場合の抗がん剤、それからゲフチニブの場合の変異がある場合はもうこの右側にかなりずれているということは、ゲフチニブの効果は化学療法でかなり高いということになります。変異がない場合の抗がん剤はまあ少し悪いんですけど、抗がん剤の場合はあまり変化はありませんが、これこの変異がない人にゲフチニブやるともう全然効かないということになります。まあ、すなわちこのお薬は変異がある方に限ってやるとすごく効果があるというようなことが、まあこういう試験、まあ、その他の試験もありますけど代表的な試験で示されたわけです。でこれが発表されたのは2009年でしたけれども、その後、まあ、この添付文書ですね、お薬の取扱説明書のようなものに書かれたのはだいぶ後になります。2011年11月になりますね。それまでにはもう全ての肺がんで良かったわけですけれども、 EGFR 遺伝子変異陽性の手術の方または再発非小細胞肺がんが適応症ということになりました。ということで、まあ、こういう遺伝子で患者さんを選んで治療するというお薬の最初のモデルとなったわけです。ただ、まあ、それで治ってしまうなら、まあ、話は簡単なわけですけれども、すぐにこれはこの効果がずっと続かないことも分かってまいりました。この患者さんではもう4月に治療を始めて、8月はいいんですけど、11月にはこういうがんがまた出てきているということになります。でこのメカニズムについての、検討もたくさんあって、一番多いメカニズムは、まあ、先ほどのようにこういうふうに効いている状態から耐性というわけですけれども、その場合この変異があるもう一つ変異が起こって、そうするとこのチロシンキナーゼ阻害剤と ATP の親和性の関係が反対になってしまって、またシグナルが伝わるようになって再増殖が始まるとか、あるいは他の分子が活性化してしまって、ここは止めてるわ、これと同じで止めてるんですけれども、ホコヤリが入って細胞増殖するというようなメカニズムがたくさんあることが分かってきました。こちらの場合は他のもうちょっとこの ATP に勝てるようなお薬を作ればまあいいはずで、まあ、実際そういう薬がすでに作られておりまして、こういうふうに逆になります。でこれが第三世代と言われるもので、まあ、その代表的なお薬がオシメルチニブというお薬ですけども、これはもう現在臨床で使われておりまして、まあ、ここで1回目の耐性を克服するんですけども、またこれに対する耐性も起こるので、なかなかそのいたちごっこは終わりません。まあ、さらに治療成績を上げるためにいろんな臨床試験が行われています。この一番下はいろいろなゲフチニブに対して新しいお薬でこう比較した試験がたくさんあって、今言ったオシメルチニブとゲフチニブを比べると、まあ、効き目がかなりこう倍近く伸びているというようなことになりますし、昔のエルロチニブというのは第一世代薬ですけど、それに血管新生阻害薬を
加える、まあ、瀬戸先生がやられた試験もありますけれども、まあ、そういうのをやると伸びるとかですね、あるいは抗がん剤を比べると加えると伸びるというようなことがあって、まあ、当初よりはかなり命の長さも伸びてきていますが、まだ治るというところがなかなかいかないのが現状でありまして、まあ、これについてはまあさらに新しいお薬の開発とか新しい併用が開発されているところで、後でまた座談会でもお話が出ると思います。で、私のミニレクチャーはここまでです。はい、三つ富先生、講義ありがとうございました。では、ここからは先生にお話を聞いていく形で進めさせていただきたいと思います。まず最初に、このお薬が世の中に登場する前の段階で苦労話とかを聞いていきたいと思います。このお薬が世の中に入ってくるときに、今まで使ってた抗がん剤みたいにがん細胞を殺すわけではなく、成長をしなくなる、成長を抑制するだけなので、腫瘍が小さくならないけど成長を抑制するので、がんの成長は抑制するということで、今まで細胞障害性抗がん剤とはちょっと評価聞いてる聞いてないが難しいんじゃないかみたいなことをディスカッションした覚えをあるんですが、その頃の話とかをお願いできますでしょうか。はい、まあ、ばい菌を起こす抗生物質には、まあ、殺菌性というのと生菌性というのがあって、まあ、生菌性というのは、まあ、細菌をこうじっとさせているだけで、治療のお薬をのけるとまた増え出すというようなコンセプトがそもそも昔ありまして、まあ、それをそのがん細胞にもこうなんていうか応用したみたいな意見ですよね。その臨床試験でこう、まあ、さっき私が見せた例はちょっと非常に腫瘍が小さくなってましたけど、まあ、そういう方は少なかったということもあって、まあ、そういう議論がされていたのではないかと思うんですね。このお薬はがんをこう小さくしたり消したりするお薬ではなくて、まあ、じっとさせるぐらいが関の山じゃないかということなんですけど、やっぱりその頃は遺伝子の変異で患者さんを選ぶというようなことがまだ分かっていなかったので、全ての患者さんに使ったところ腫瘍が縮む人はとても少なかったので、まあ、そういう話が出てきたというふうに私は理解してますけど、どうですか瀬戸先生。はい、ありがとうございます。この当時には肺がん、特に EGFR が出てる人が多かったもので、全員に使うということでコンセプトとして劇的に効く人はいないだろうというような話を知った。まあ、先生がおっしゃった通り、みんなに使う、本当に効く人に使うということが計画されてなかった時代の話じゃないかなと思います。ジェフィティニブが世界に先駆けて日本で承認された後、本当の意味で効く人ということで EGFR の変異がある人に投与できるということが分かってくるまで約10年ぐらいかかったと思います。肺がんには EGF が出てる人が多いということで、このお薬の開発が進んできたわけですが、当時免疫染色ですね、組織検査で EGFR がたくさん出てる人に効くとか、遺伝子が増えてる人に効くなんてことと、遺伝子変異がある人に効くんだということで、だいぶアカデミア学会とかでもディスカッションされてたと思うんですが、そこら辺の変遷とかを先生ちょっと教えていただけますでしょうか。もともとその EGFR を阻害するお薬を作ろうと思ったきっかけは、いろんな人のがんを調べてみると、この EGFR の量が増えているとですね、発現と言いますけど、それを増えている方がたくさんおられて、まあ、そういう人は予後が悪いとかいうことがあったので、これはいい標的ではないかということでお薬が作られたわけですね。 ということで、当然患者さんもそのいっぱい EGFR をまあ出しているというか発現しているがんの方が効くのではないかと思われたわけですけれども、これは全くそういう相関が見られないという結果だったので、まあ、一時はそのこれは EGFR を標的にして作ったお薬なんだけど、本当の標的は別にあるんじゃないかとさえ言われていたことを記憶しています。で、2002年にその我が国でゲフチニブがまあ承認されて、まあ、これが世界で最初だったんですよね。で、その後そうすると時々なんかめちゃくちゃ効く人がいるよねっていうことはみんな分かっていて、で、女性だのタバコ吸わない肺腺がんの患者さんに多いというようなことが分かっておりましたが、まあ、それだけでなぜ効くかというのは分からなかったわけです。それで、まあ、そこから2年しまして2004年のまあ連休頃だったんですけど、その時にその EGFR 遺伝子の突然変異ですね、これはまあ DNA の並びが変わるということで、
アミノ酸の、まあ、量ではなくて質が変わってしまうわけですけど、そういうことがある方に、まあ、聞きやすいのではないかという、まあ、かなり衝撃的な論文が出て、でこれで、患者さんが選べるかもしれないということになったんですけども、一方で次の年だったと思いますけど、この DNA の量が増えるというのは増幅といいますが、そういうことで選んだ方が、まあ、より効果を予測するという、まあ、違う論文も出たりしてちょっと混乱いたしました。でその後その、まあ、臨床試験の検体を使ってやった場合は増幅の方がより手になるのではないかみたいな論文が、まあ、非常に権威のある雑誌に出たりしたので、なかなかこれは決着がつかないままずっと言ったんですけども、先ほどご紹介した4つの線がある臨床試験の結果をお見せしましたけども、ああいうのが出てきて結局やっぱり、遺伝子変異が決めているんだなということがあって、2002年にお薬が承認、2004年に EGFR 遺伝子変異が発見されましたけど、結局添付文書に載ったのは2011年ですかね、そのぐらいまでかかったということですね。だけどここはもう非常にいい、多くの勉強を肺がんの臨床医はしたわけです。この EGFR の変異にある人にだけ効くということが分かったので、それから開発された分子標的治療薬の治療に大きな影響を与えて、まあ、我々もいい経験をしたんじゃないかなというふうに思います。それでは次の話題に行きたいと思います。 EGFR 変異がある人に対して EGFR TKI 阻害剤での治療が、まあ、標準的な治療法になって、がんだけをやっつけるお薬だというふうに言われた割には、正常な細胞にも障害が出るためいろいろな副作用が出るということが分かりました。先生の講義でも下痢が出たり肝障害が出たり、またまた肺障害が起こって亡くなる方まで出てしまうということで、なかなか医師一人で見ていくのは難しいという話になってきたと思います。そこでチーム医療、要するに他の医療従事者にも入っていただいて一人の患者さんを見ていくということが、 EGFR TKI が治療が開始した頃に肺がんに入ってきたと思います。三つ並先生、その辺の話をお伺いさせていただきたいと思います。はい、分子標的薬ですね、まあ、ゲフチニブに、まあ、代表的な分子標的薬というのは、まあ、そのがんの性質をよく研究した結果できたお薬なので、まあ、当初はがんだけやっつけて副作用はないんじゃないかというふうな夢さえあったわけですけど、実際使ってみれば、まあ、今までと抗がん剤とは違う、まあ、副作用がいろいろ出てきています。出てくることがすぐ分かったわけですよね。で、まあ、何回も言ってますけども、ニキビみたいな皮膚の障害が非常にひどく出る人もいれば、まあ、下痢がすごくひどい人とか、そして最も恐ろしいのが肺炎ですけれども、そうしますと、まあ、肺炎は呼吸器の先生だからまあいいとしても、皮膚とか下痢とかなると、まあ、完全に専門家というわけじゃないので、まあ、いろんな、まず医師同士のコミュニケーションも非常に大事になりますし、下痢などの場合はやっぱりお薬の使い方とかいうことが非常に重要なポイントになりますので、薬剤師さんだとか看護師さんとかの、まあ、注意深いこう観察とかですね、まあ、そういうのが非常に大事になると思います。肺がんの治療ではありますけど、呼吸器の先生だけあるいは腫瘍医だけが全部カバーできるというような時代ではだんだんなくなってきていて、まあ、そういう異常が起こることを、まあ、アンテナを張っていることは大事なんですけれども、積極的に他の科の、まあ、皮膚科であるとか消化器の先生に相談したとか、あるいはこう一緒に問題をシェアして、まあ、患者さんと薬剤師さんあるいは看護師さんがよく話すようなところから情報を入れるとか、まあ、そういう方々のサジェスションとかがですね、非常に大事だということが、まあ、みんな分かってきていて、まあ、そういうのがかなり一般的になってきているんじゃないかと思います。まあ、そういうのもこういう薬からしっかり始まってきたのではないかというふうに、まあ、過去を見て思います。まあ、特に第二世代の EGFR TKI が出てきて、これが正常な EGFR を攻撃してしまう、成長を抑えてしまうことで、なかなかドクターではコントロールできなくて、私の施設ではもう薬剤師外来というものを作っていただいて、私の診察の前にまず薬剤師さんの診察を受けていただいて、その上で皮膚のコントロール、下痢のコントロールの、まあ、薬剤師さんからの提案を受けながら治療を開始したというのが、この第二世代というものが出てきたり、あとはどうしても第一世代のものでは治療が足りないので、先ほど三つ並先生がご紹介いただきましたように、血管新生阻害剤を併用するというようなことを行っていく上では、チームでこの患者さんを見ていくということが
まあ、肺がんの分野で始まったんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね、私とかまあ昔を思い出すと薬剤師さんというのはこういつも薬局におられてお薬を袋に詰めたり点滴詰めたりする人たちだったんですけどね、まあ、もうどんどん外に出てきて病棟に出てきて患者さんと関わられるようになったのもその頃から始まったような気がしますよね。はい、まさにまあ分子標的治療薬などが始まって患者さんにより良い医療が提供できるようになったんじゃないかなというふうに思いますね。それでは先生、次の話題に入っていきたいと思います。先生もちょっとお話しされたんですが EGFR の変異というのは治ってしまうわけではないというお話を先生されたんですが、そこら辺について教えていただけますでしょうか。はい、まあ、これ当初はですね、このお薬を使うと、まあ、少なくとも EGFR 遺伝子変異のある肺がんは、まあ、治癒してしまうんじゃないかという期待ももちろんあったわけですけれども、まあ、すぐにその効き目は一過性であってある時間が経つと、まあ、例えばゲフチネの場合は10ヶ月ぐらい経つともう悪くなってくるということですね、まあ、そういうことが分かってきました。でその原因は一口で言うと耐性ということなんですけれども、まあ、これはもう、まあ、時期の差さでほとんど全員が耐性となると言ってもいいぐらいでして、なのでこのお薬だけで、まあ、患者さんを肺がんから完全に解放することは、まあ、とても難しいということが、まあ、分かってきましたというか、まあ、かなり早い時間から分かっていたわけです。でまずはその時間をできるだけ遅くしてあげたいとか、あるいは耐性が出た患者さんに対して良いお薬がないかというようなことで、まあ、多くの研究がされまして、まあ、いいお薬はまた出てきておりますけれども、そして今も新しいお薬もいくつか検討されていますけれども、なかなかがんはだんだん複雑になっていくわけですよね。一つのメカニズムで耐性になって、そっちを叩くと今度は別のところから出てくるみたいな、ちょうどモグラ叩きゲームをやるみたいな感じで、他の穴から頭を出すみたいなところがあって、なかなかそれで完全に切りをつけるのは難しいと思う。まあ、今の段階では難しいということですね。なので、まあ、もうちょっとこう、なんていうか、過去の治療であるものも上手に組み合わせることが大事だというふうに思います。例えば、抗がん剤を上手に組み合わせるだとか、まあ、免疫のお薬もある場合は効果があるでしょうし、あるいは手術とか放射線とかですね、まあ、そういうことを、まあ、最初は転移をしていてお薬で始めたんだけど、ここだけが消えないような場合に、そういう治療が有効な場合もあって、これこそまたいろんな職種で相談して方針を決めていくことの重要性ということがますます増している一つの要因だというふうに思っています。はい、例えば転移がある状態で見つかった患者さんというのは細胞障害性抗がん剤で治療しているときに手術に持っていく、治る可能性を追求するために手術に持っていくというのはなかなか難しかったんですが、この分子標的治療薬が特に EGFR TKI が出てきて、ここだけを取ったら治ってしまうんじゃないかとか、そういうことで、外科の先生に相談することが増えてきたんじゃないかなと思いますが、逆に相談される側の先生としてそういう動きが昔の細胞障害性抗がん剤の時とは違うようなことがありますか？それとみんながみんな手術をということではないと思うんですが、どういう人だったらこの手術を考えても見てもいいというふうな判断基準があるかということをお聞きしてみたいなと思います。まあ、昔いわゆる抗がん剤ですね、髪の毛抜ける白血球が減るというようなお薬しかなかった時代はもう非常に手術の適用というか手術を行う患者さんの選択というのは厳密だったわけですね。遠くの臓器に転移をするような患者さんに手術をするなんてとんでもないみたいな、まあ、そういう原則が強くありました。ところが、まあ、最近かなり有効なお薬がいろいろ出てきて、まあ、EGFR の薬もその一つですし、さらに最近は免疫チェックポイント阻害剤という別の効き方をするお薬も出てきたので、手術をもう少し自由というと言いにくい、おかしいかもしれませんけども、その基準を少し緩めて広く適用するというようなことが、まあ、やられるようになってきましたし、それから手術の危険性とかですね、手術に対する、まあ、患者さんのダメージ、傷の大きさに始まるダメージとか入院期間とか、そういうのはかなり進歩したので、まあ、手術を、まあ、ちょっと言い方悪いですけど少しこう気やすく、過去よりはですよ、試しにやってみる的なこともしやすくなったということもあると思います。そういうことで一定の条件を満たす、例えば1箇所とか 2,3 箇所だけで完全に取り切れるというような勝算が立つような場合に、それをまあ手術をすると自由に結びつくような方もおられるんではないかと思いますけども、まあ、そういう研究がたくさん行われるようになってきたと思います。だからこれもその、まあ、私たちはがんがなくなるんだったら取ってあげたいと思うし、まあ、安全に
取れるのであれば、まあ、トライする価値も十分あるんじゃないかというふうに思いますけれども、まあ、一方でそういう患者さんがみんな良くなるわけではないので、やはりまあさっきから言っているようにいろんな人の意見を聞くというようなことは非常に重要だというふうに思います。ありがとうございます。今先生の話で免疫チェックポイント阻害剤の話が出てきたんですが、 EGFR の変異がある人とか他の分子異常がある人、レッドやロスワンやアルクがあるような人っていうのは免疫チェックポイント阻害剤が効きにくいんじゃないか、免疫チェックポイント阻害剤の開発ではもうすでに EGFR の変異がある人などは除外して試験が組まれててデータが少ないというような状況があると思うんですが、その点について今回テーマである EGFR 変異と免疫チェックポイント阻害剤ということでお話をちょっとお伺いさせていただけますでしょうか。はい、免疫チェックポイント阻害剤は有名な京都大学の本庄先生が見つけられた PD-1 の発見によって、臨床にもたらされたお薬ですね。有名なのはプジーボとか、そういうお薬、昨日皆さんもご存知だと思うんですけれども、そういうお薬の臨床試験は最初にさっき言った殺細胞性の抗がん剤で治療された後の患者さん、セカンドライン以降の対象にして、その標準治療である抗がん剤の短剤治療、ドセタキセルとの比較、プジーボ対ドセタキセルというのは比較試験がたくさん行われたわけですけれども、その試験の成績を、EGFR 変異のある方で見てみると、みんなこう効き目が、ドセタキセルに勝らないというような結果がたくさんあったので、多くのメーカーはそれを一次治療に使う臨床試験から EGFR 変異のある患者さんを除外してしまったわけですけれども、ロシという会社はそれをずっと入れたまま試験をやっておられて、でそのロシ、日本では中外製薬ですけども、血管新生阻害薬というベバシズマブというお薬がありますが、それと免疫チェックポイント阻害剤と化学療法を加えた試験においては EGFR とか ALK というドライバー遺伝子変異の患者さんも入れていたわけですけども、それでそこの患者さんの集団を見てみても、利益があるんじゃないかというようなことが言われていて、ひょっとしたら血管鎮静阻害剤があると EGFR 変異のある患者さんでも有効のではないかというようなことが、ずっと言われていました。で昨年中国から、同じような試験という EGFR 変異の患者さんだけを対象にした試験が行われて、免疫チェックポイント阻害剤と抗がん剤と血管新生阻害剤を全部使ったお薬でやると、今までの中間結果では EGFR ある患者さんでも EGFR TKI が効かなくなった後にそのお薬の組み合わせでやると抗がん剤だけをやるよりは悪くなるまでの時間、増悪生存期間というのが延長するというような結果も出ているので、ここはもう少し追求されるしていいのではないかと思うんですね。基礎的な検討ではその EGFR が変異があるとやっぱりそのシグナルが免疫を抑制するような方向に行くというようなことが示されているので、その EGFR を阻害するとかですね、その新たな工夫をするとか、血管新生阻害剤も免疫を阻害するものを阻害するということができるので、そういうところで何か活路が見出せるのではないかというふうに期待しております。ありがとうございます。またもう EGFR の方に話を戻していきたいと思いますが、先生は EGFR の耐性のメカニズムっていうのを長く研究されていて、第三世代の EGFR TKI を使ってると次一番起こる変異は何だということを昔から先生は研究として出されてました。その次に起こってくる耐性のメカニズムに対する治療開発ということで先生にちょっとお話を聞いてみたいなと思います。はい、レプチニブっていうのは第一世代薬と言われますけども、その時の体制としては最初にお示したもう一つ変異が起こってその EGFR TKIが効きにくくなるというような体制が半分ぐらい起こるんですね。でそれに対してはその第三世代薬であるオシメルチニブが非常に効果が高くて、最近はその最初から第三世代薬を使うわけですけども、その場合の体制っていうのはかなり基準が違っています。第一世代薬の場合は半分以上が T790M という一つの二次変異で起こることが分かっているので、比較的対応がしやすかったわけですけれども、第三世代薬の場合は非常に多彩なメカニズムが起こるので、これさえ狙っておけばいいということがなかなかできないので、オシメルチニブが EGFR にくっつく場所の変異があるとオシメルチニブがくっつけないので、そういう変異もあれば、2番目に示したバイパスといって他の分子が活性化するというようなメカニズムがたくさんあって、これはたくさん種類があるので、それぞれに応じてその治療を変えていくというようなことがなかなか難しいのではないかというふうに思うんですね。そのメカニズムを詳細に患者さんの検体を調べて、
メカニズムを調べて、それに対して対応していくということが、まあ、考えられるわけですけれども、まあ、それをしてもですね、また次の体制が絶対起こってくるとか、あるいは、転移の場所によってメカニズムは、こっちはこのメカニズム、こっちはこのメカニズムみたいなことも起こるので、ある程度はそこで対応できたとしても、まあ、さっきのように、その治癒を目指すという点から言うと、なかなかその後は難しいかなというふうに思います。やっぱり、その非特異的というか、まあ、免疫チェックポイントと阻害剤とか、まあ、期待したいんですけども、そういうものとできるだけこう上手に組み合わせながら、あるいはこう抗体にあるとかですね、まあ、そういうような戦略かなというふうに思いますけど、まあ、現状ではなかなか、しかしこうすれば絶対治るというようなところにはいけてないのが事実です。ただ一方、新しいお薬としてはその HER3 というその EGFR の仲間のものを使ったの抗体と抗がん剤が結びついたようなお薬とかですね、ネットと EGFR の両方にくっつける抗体のようなお薬がそういう体制に有効だというデータも出てきていて、まあ、こういうのは分子標的治療といわば分子標的治療と抗がん剤の中間的なもので、まあ、こういうところにまた活動があるかというようなことも期待されていると思います。ありがとうございます。では最後に患者様向けのメッセージをいただけますでしょうか。私も今日説明が十分お分かりいただけたかどうかちょっと自信ありませんけれども、まあ、非常にちょっと複雑なことになってきておりますけれども、やっぱり患者さんとしては疑問点は疑問点としてしっかりその主治医の先生にとか、まあ、看護師さんとか薬剤師さんに聞いてですね、やっぱり自分でこうなんていうか納得した感じを持って治療を受けていただきたいと思うんですね。飲み薬とは言ってもいろいろ副作用もありますし、長い間になるのでやっぱりまあ、辛いこともたくさんあると思いますけれども、まあ、そういう中でやっぱり納得して自分で決めたというような感じを持っていただくことがとても大事じゃないかというふうに思います。ありがとうございます。実はこのサイトは患者さん向けサイトとしてオープンさせていただいているんですが、薬剤師の先生や看護師さん、そして製薬会社の方がたくさん見ておられます。それらの医療従事者の方々に先生メッセージをお願いできますでしょうか。はい、そういうことで、これは医師の方々にも言えるんですけれども、やっぱり非常に複雑だし、まさに日進月歩のようなお薬が出てくるので、これを完璧に最前線の知識を持つというのは非常に困難だと思います。まあ、肺がんだけを見ている人はまだいいんですけど、呼吸器の先生ですと良性の肺気腫だとか喘息を見られる方もおられるでしょうし、腫瘍の先生だったら他のがん種を見られたりするということになると、この肺がんの進歩のスピードについていくというのは相当大変だと思うんですね。でそういうところをその薬剤師の先生とか、また製薬会社の MR さんとかですね、が、補っていただけたらというふうに思います。それから看護師さんは、やっぱり患者さんと一番こう長く接しておられる方なので、患者さんの訴えとか看護師さんの観察をですね、医師が見逃しているようなことを上手に主治医に伝えるとか、そういうことがとても大事だと思うし、その際にその感じられたこととか、こうしたらいいんじゃないかというような意見もしっかり伝えるようにしていただきたいと思います。ありがとうございました。三つ富先生はご自分ではお話しなさりませんでしたが、EGFR の遺伝子変異がある方を対象に、その人だけを選び出してジェフィティニブと細胞障害性抗がん剤の比較試験といって、本当に正しい治療法を見出す方法で試験をやって、で結果を出してということを世界に先駆けて始められた先生です。 EGFR TKI の歴史を、治療の歴史を作ってきた三つ富先生に今日はお話をお伺いしました。三つ富先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。最後はちょっと、瀬戸先生にも たくさん協力していただいて、皆さんに協力していただいた試験でしたけれども、世界に先駆けて EGFR 遺伝子変異の患者さんに対する、ゲフチルの効果を示せた試験を、一緒にやることができて、私もとても光栄に思っております。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。